ローマ共和国は1798年から1800年の間にイタリアのローマを中心に存在した共和国である。1796年3月、フランス第一共和制の総裁政府はナポレオン・ボナパルトをイタリア方面軍司令官に任命し、イタリア戦役が開始された。ナポレオンの軍はイタリア北部を席巻し、1796年5月10日の ロディの戦いでオーストリア軍を破り、15日にはミラノに入場して旧ミラノ公国の領域を制圧した。ミラノにはロンバルディア行政府が設置され、北、イタリアでのパトリオットやジャコビーノの活動の中心となった。6月、ナポレオンは強行国家北部のレガツヨーネに侵入してボローニャとフェラーラを占領。 モデナ公国から分離したレッジョ、モデーナも支配して、そこにチスパダーナ連合を結成させ、後にチスパダーナ共和国を建国させた。連戦連勝のナポレオンは、総裁政府からの自立を強め、自らの手でイタリア政策を推し進めて、自身の政治的立場を強化した。百九十七年六月には、ロンバルディアにチザルピーナ共和国を樹立して、 チスパダーナ共和国をこれに併合している。時のローマ教皇ピウス6世はナポレオンに対し強く抵抗したが、ナポレオンは1798年2月、ローマ市の騒乱を口実に、ローマに兵を進め、教皇領全体の占領を図った。2月15日、フォロロマーノに集まったローマ市民は、教皇国家の権力崩壊とローマ共和国の成立を宣言した。 ナポレオン軍はこれを承認、さらにバチカンを占領してローマ教皇庁を制圧した。ピウス六世はトスカーナに亡命したため、ここにローマにおける教皇の世俗支配は崩壊した。ローマ共和国ではチザルピーナ共和国と同様にフランスの1795年憲法とほぼ同じ内容の憲法が採択され、立法府も設置されたが、実態は フランス軍の軍事支配に近いものであった。七百九十八年十一月二十八日、ナポリ軍がローマを占領するが、十二月十四日の戦闘の後、フランス軍はナポリに入場し、七百九十九年一月二十三日にパルテノペア共和国を建国した。その後、九月十九日に、フランス軍はローマを一旦放棄するが、九月三十日に、 再占領した。1800年6月に、ローマ共和国は廃止され、共和国家が復活した。これは、1801年の政教協約に向けて、新教皇ピウス7世とナポレオンとの間で妥協が成立したためであった。しかし、ナポレオンとピウス7世はやがて対立するようになり、1805年2月2日に、フランス軍はローマに再度入場し、 1809年5月17日、フランス帝国がローマを併合した。ナポレオンの諸国家再編によって、イタリアは、西部のフランス帝国領、東部のイタリア王国、南部のナポリ王国に3分割され、フランスの支配が及ばないのは、サルディーニャ島のサルディーニャ王国とシチリア島のシチリア王国だけとなった。ローマ共和国だった地域は、フランス時代を経て、 ナポレオン失脚後の1814年1月24日、強行国家に戻された。ジャコモプッチーニのオペラ、トスカの舞台となったのが、1800年6月、ナポレオン率いるフランス軍がヨーロッパを席巻していた頃のローマ市である。ありがとうございます。